どうもちゃんです。さあ今日はですね、ハイサイズのバット、まあいくつかあるんですけど、やっぱりバットって消耗していくんですね、グリップテープが。なんで今回ちょっと交換したんですけど、いつもハイサイズはリザードスキンズを基本的に買ってたんですよ。でもやっぱ大体初めはグリップ力いいけど、3ヶ月ぐらいで結構ボロボロなっていくっていうのがあって、まあなんかちょっと違うグリップ試したいなと思ったところ、ネットパーって見てたらすごいやつ見つけました。まず紹介します。こちら2つ買えたんですけど、これは SSK さんから出てるイオミックっていうグリップテープで、ゴルフのグリップテープとかに使われてるやつが野球界に参入したっていう、去年一昨年ぐらいかな。でこの特徴が、まず1つ目、吸い付くようなフィット感、柔らかさや弾力性とかを調整できることによってフィット感、タッチ感が実現したと。軽く握るだけで滑り止めもいらないんじゃないかっていうぐらいフィットするということです。2つ目が耐久性。グリップテープってどうしても握るところ一緒なんで、この辺がやっぱボロボロになっていくっていうのはあると思うんですけど、ゴムのような弾力のある樹脂であることから高い耐久性を持っています。そして雨にも強い。これまたおもろくて、まあ、大体皆さんグリップテープ何ミリ使ってますか？大体多分 0.5、1.1 ぐらいやと思うんですよね、スタンダードで。こちらが 1.1、 まあ大体普通ですね、はい。こちらなんと3ミリです。多分メーカーで3ミリ出してるのここのメーカーぐらいじゃないですかね。多分バランスがちょっと手元になるのと、握力弱い人も握りやすかったり、なんか手打ちをなくせたりするらしいんで。でこの素材ちょっと見てほしいですけど、なんかタイヤのようなグリップ感、タイヤみたい。これはほんまに、でほんま滑らん。巻くのもね苦労したんですよね。何がちゃうんやった？なんか伸びが悪いですね、やっぱりそのゴム素材やから。伸びが悪い。リザードスキンはやっぱこうビーって伸ばしたら、あのしっかりと張り付くイメージがある。うんうん、うん、でもただテープって感じだ。あ、そうそう、うん、だから巻きづらかったのは巻きづらかったかな、最初。なるほど。やっぱり下のこの下の部分が、はいはいはい、って感じで、これちょっと打ってみたいと思います。チャンネル登録よろしくね。はい、ということで、じゃあまず 1.1、 こちらレガシーですけど 1.1 やります。こうバッテつけた感じも滑る感じはないですね。でまあやっぱりそうやな、グリップテープ他のに比べるとちょっと弾力はあるかなっていう感じですね。見た目は滑りそうですが、こうしっかりグリップ力あります。グリップ力いいな。3mm、 これね 1.1 振った後めちゃくちゃ太いっす。だってここ見てください、これここの厚さが全然違う。でも握りやすいですね、なんか軽く感じる。見た目からして太いよな。これね、やっぱね、個人的には太い方が振りやすいですね。やっぱ軽く感じます。しっかり握ってる分なのか、まあ、もともとグリップが重いから、ちょっとこっちになるんかわかんないですけど、スイングしやすいですね。あと、個人的には、あの、シルバーより、この黒の方が、グリップ力はある感じはしますね。模様が違うんで、それがちょっと関係するかもしれないです。でも耐久性良さそう。よろしくね。俺は
どっちかって言ったらこの太い方がこうなんやろな、俺は逆でこうしっかり握らんでも握られる感覚がある。太い分グリップが3ミリになって持ち手がなんかバランスが俺の中で変わってるような気がする。あ、確かになんか短く感じるような、これはもう好みですね。好みなんですけど、まあ3その多分1.1 を2枚巻きしてる人とかもいると思うんで、あ、まあ、そういう人はやっぱこういう3ミリ元からあるやつの方がまあおすすめかなと思いますし、グリップ力やばいな、めっちゃいい、これは確かにやばい、グリップ力ほんまに。でこれでまあ耐久性もいいとなると結構でかいよ、うん、あと水にも強い、雨の日とかも1回1回拭けばそのびちゃびちゃの状態で打席立つことないんで、うん、綺麗な、これはちょっとでかいですね。なんで気になる人はぜひ概要欄に一応貼ってますので、グリップテープ、まあ多分今交換の時期やと思います、その新大会始まったりとかで、なんで気になる人はぜひお願いします。ということで今回の動画は以上です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。おい、あ、いいや、あ、振りやすい、なんかあのしっくりくる、あれと相性いいかも。いや、これ、うん、シリコンと止まる、あー、どこ行った、上か、あ、いい、3ミリ、なんやろな、そのバット握ってる感じが変わるよな、やっぱり3ミリになると。確かに、あ、ごめん、あ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 、さっきの感じ違うな、やっぱ。あと、ちょっとこっちの方が、そう、力んで握れる分力んじゃうから、この人によるみたいな、面白い、俺もこっちの方がいい。